ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。ブルゼッケンあっちあっちです。ようやく揃いましたね。そして、今日から始まる、あ、今日からというか今日はあのこのニコ生の実はあのタイトル、今日始まる前に一曲がこれでしたね、はい、ブルハチチャンネル、うん、月刊ブルハチチャンネル、月刊ブルハチチャンネル、略して月刊ブルハチチャンネル、ブルちゃん、ブルちゃん、ブルちゃんがですね、来年からあのちゃんと定期的に毎日配信されることになってます。お、はい、ありがとうございます。お、第3金曜日、3回目の金曜日、月の3回目の金曜日、そこで生放送、今日レギュラーはしますよ。これが始まるわけですね。で今日まあ1回プレ放送みたいな感じで、うん、で今日はですね、なんと、まだライブ終わりたてなんです。さっき赤坂ブリッジで僕たちはワンマンライブをやってきたんです、はい、どうでしたか、リコさん、どうでしたか。はい、感想なんかをちょっと、はい、そういう前にですね、今日第1回目のブレイチャンネルの今日はなんていきなりゲストを迎えて、もうそのとこからもうしれっ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 ちょちょ映ってますけど全然いじられへんなと思いました。俺も感想言おうかなみたいな、メンバーに2階席は埃まみれでしたよとか一応ね、みやこさんが耐えられなさそうな顔してたんですよ。いやいや、ありがとうございます。なんとね、レイフラワー、レイフラワー、レイフラワー聞いたことある、はい、あのレイフラワー、あのレイフラワー、あのか、はい、今日僕もあの見に来ました。ありがとうございます。めっちゃ面白かったです。めっちゃ面白かった。そのまんまの流れでプレ放送出てました。すいません、すいません、逆にあのギャラはあんま払えないけど、うちのギャラよりちょっと収録なんですけどね、今日はね、はい、今日これ今やりますということで、いや本当素晴らしいライブでしたね。いや楽しかったですね。どうでした、リーダーどうでした。え、いや、2回目のブルッツ。いやでもね、あの1回目去年ね、あのこんな時期にちょうど1年前ぐらい、ブリッツ高橋やらせてもらったんですけど、その時になんかこうもうちょっとこうもっと同じこの場所でもっといい景色見れるんじゃねえかっていうね、可能性をちょっと残ったというか感じたところで、来年もう一回同じことやろう、同じことやろう、で今日アゲインやってみて、まあ、去年より、ね、進化してるからね、うん、いやもう本当に純粋に楽しかった、ね、うん、客席も進化しました。そうですね、暑かったね、爽快やった、うん、やっぱ景色良かったね、本当に良かったね、やっぱ男も女も関係なくなりました。1回目の前回のブリッツの時は男子がちょっとこう引っ込みじゃないかな、あ、今回はのっけから男が出た、でも男多く増えたよね、増えた、すごい増えたよね、びっくりした、ね、ちょっと男限定ライブとかね、そうそう、ライブでも俺言ったけど、やってもね、ねいけんじゃない、春ぐらいやりたいね、あ、やりたいね、近々やる、春に男限定、名前ないんですよ、男ないです、春のタイトル、男限定、男限定、酒井二郎、俺も本人だもん、こういう空気嫌いじゃないですか。なんかタイトルないの、そう、ね、聞いたら男っぽい、男っぽいタイトル、男気的な字一書いてね、ね、シャムシェードの男気的な、うん、いいね、そういうの、いやいいじゃないですか、やりたいね、男気的なやりたいね、ね、うん、楽しそうね、相当盛り上がると思う、暑苦しそう、特殊な匂いが
特殊なね、うん、でもね、あれがね、いいんだよ、たまには。そうね、いや確かに10年に1回やるぐらいやめないでしょ、うん、10年次10年後って言ったら10年はないでしょ、大会がいいな、ね、いやいやいや、なんかでもライブのなんか余裕というのは正直ほら去年全然なかったから、今年そんなに楽しくなんか感じた。なんかね、やっぱね、収録入ってないからね。あ、そういうことかな。映像がね、映像それは確かに、それ見る、バンドもあるあるある、収録入るちょっとね、ちょっとこう一番やり慣れた曲間違えるからね。そう今まで一度も間違えてない。そう間違えた。不思議だね。確かにね、確かにそう。だから今日本番前にね、今日収録ないから楽しもうねみたいな。それは確かに、これは入社あるあるですよ。すごい楽しかったね。確かにそうやな。次でかいところでやるときはね、ちゃんと収録入れようと思って多分ね、ボロボロです。収録に弱い感じ、収録に弱い感じ。だから後で編集で上手に、ね、うまいなーって、お前はどこの席、お前はこんなうまかったなってそういうことが起こるんですけど、なんかまああのあれですよね、来年またやりたいですね。あのこのブリッツっていうか、ブルッツを続けたい。あ、なるほど。でもブルッツはブリッツだからブルッツだね。そうね。なんかこういうね、年末の恒例行事みたいな感じじゃない、我々の虫歯を張ってる人も、ね、いつかね、日本ブルーとか行きたいよ、ね、あら、行きたいね、ブルー、道ブルー、横浜ブルー、いいね、行きたいね、横浜ブルーだっつったね、ブルーの、埼玉スーパーブルーだ、ブルーな行くのね、すごいことよ。そうね、すごいね。赤坂プルッツって名前はもうセンスがいいな。ね、全部もうマジで。もうこういうの、ね、大好きだもん。第1回目の時を。そういうことしか。いやいやいや。格闘技一切ない。いやいや。ないっすね。ないっすね。ネーミングに関しては自分の意味だ。なんかいろいろと普通じゃ終わらないライブ。ファンクラブのお知らせもできたしね。そうだね。そうだね。そうね。9年越しですよ。9年越しだから。ファンとです。開催あれ開催日か。そうや。ね。いいんですよ。ローソンさんも。ね。そう。ローソンさんの。あのね。あの田中さん。キングオブコンビニエンスストアローソンさん。T 中さん。T 中さんもうライブでも T 中コールがね、そうね、巻き上がってましたからね、田中コール言っとるから、ね、田中いよいよね、ライブで言っちゃったからね、見るもうジャケットにするぐらいの勢いですね、ジャケットにして、やばいぞ田中さん、やばい、次レフラーのジャケットにも決定したもうね、バンドもう田中フラワーいやいやいや、でも本当振り付けたもんね、本当に田中さんのおかげですからね、ありがとうございます。ファンクラブですよ、ね、自分たちはできないから、ね、ファンクラブ入るとそのなんか行った特典があるみたいなんで、うん、そんなの、ね、盛りだくさん、盛りだくさん、盛りだくさん、とりあえずあれですよね、なんかファンの人たちに本当にこうファンの人たちが喜んでくれる企画をファンクラブの方から発信するのでぜひ入っていただいて、うん、ね、そうさせないようにしますんで、応募で当たった、うんうん、ね、会員さんの自宅で
しますがニコ生を。あ、おめでとう。二人っきりで。もうカメラも自分で持っていて。ゲストその会員さん。iPhone に。リアルリアル。いや本当に本当にやるから、ね、人がやってないことだよ。人がやらない。そうそうそう。それみたいな。もう先駆者だ。ブルちゃん、ブルちゃんそんな違法なことでもやってない。記念すべき第1回の放送でセバスチャンがすごい線からスパーン。みんな考えてこい。どうなんでしょうね。みんな気づかないパターンでもありますから、ね。あれあれ、え、田中さん。ずっとね、1時間気づかれてない。すごいんだって田中さんにも。1時間気づかれなかった。セバスチャンじゃない。そう、メイクすると、あ、セバスチャン。田中さんもメイクしたらセバスチャンになれるかな。逆に今度やってみましょうよ。セバスメイク。簡単なんですけど、来年の、まず一発目が、26、27の、高田馬場フェイス。そうですね。はい。それぜひ発表。毎年恒例の。なんか2デーズ。なんか考えてます？もうでも今日バキバキしちゃうから。そうそう。バキバキできない。バキバキやろう。年明けバキバキやったら、え、この間見たし。見たね。ああ、そうか。確かにそうだ。そっか、俺ちょっと別の考えだけど、歪ませない、パキパキって言ってみたいですよ。多分技のドンキホーテ。いや、どういうことよ。まだまだどうしようって言いながらその場でできちゃうからね。ちょっとね、考えるの余裕がなかったけど、すいません。いや、皆さんのね、考えられて、ね、いろいろ考えて仕込んできて、楽しいけど、そんなに受けれなかったなんか、嫌な感じですけど。まあそれが26、27とやります、2 days で、2月の15日、あ、14日バレンタイン、バレンタイン、新宿のレニエ、新しいアップですね。ちょっとラグジュアリーなアップみたいなね。西シンデリアの新居、うん、そうなの、ね、ちょうどマリンタワーかなんか、うん、中に、あるある。清原さんのこけら落とし、こけら落とし、できたばっかり。じゃあそこで、そんなところで、フォーマン、フォーマンです。フォーマンやりますね。また熱いね。ドクターのブラッドレスと主催のギルガメ、ギルガメッシュ、ハーデムインブラッドスクリーマー、みんなヘビロックです。みんなヘビロックです。ほんまないね、俺らね。ここまで初めてじゃないですか、ここまで。やっぱここは虹とかフラワーとかで攻めますか。あえて、あえて、いや、あえての M。 お主、お主、オープニング並びます。あれ一回泣かすからね。2015年セバスで逆んって言わせないと泣かすから。それをライブはそこまでポンポンで決まってるんですけど、今日も発表したんですけど、ある4月8日、そうですね、はい、新作、うん、新作、待望の新作が、何も決まってないですけどね、まあ、だけ進行はしてるんですよね、実はね、進行はしてるんですよ、はい、実は、まあ、全部は言えないんですけど。それが春出ますんで、春って出るということは、その後にポン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 とまたね、やるわね、やらないでかっていうね、ありますから、ちょっとお楽しみにという感じですけど、こんな感じかな、ブルゼキのこの方面の活動は、前半は。まあ、あといろいろリリースパーティーとか、たぶんリリーパーやりますよね。やりましょう、うん、またね、タナゼッケンのね、今日こっちからで、すみません、ラグジュアリー、ラグジュアリー、ラグジュアリー、タンカー空間と、リリーパーはまたね、そうですね、はい。
リリースパーティー、リリースパーティー、田中パーティー、何田中？何田中パーティー、田中パーティー、田中ね、略して？田中、田中、もう表出ざるを得なくなってきましたね、そろそろすごいね、真似したくなりでないんですけどね、勝手になんかすみません、PV つけよう、そうですね、田中さんがもちろん出演してる、そうそう、はい、もやもや。洗剤も一緒に取りましょうかね、田中さんも。何これ張っちゃっていいですよ、もうちょっと声が。何丸出しですよ。レイフラワーの声。ちゃんとここは宣伝してもらう、田中バッジ作る予定があるんです、ああ共有して共有しました、それかじゃあこっちは田中ステッカー、ステッカーじゃなくてステッカー、あの貼って剥がすと田中さんだけ伸ばして、懐かしいね、そのガムとかやる感じで、そうね、っていうぐらい不可欠な人なんですよ、間違いない、今ローソンが熱いんだよ、ローソン熱い、ローソン熱い、何が熱いって、ローソン熱い、ローソンの田中が熱い、そう熱すぎる、来年はね、もう村八とレイフラワー、ローソン、そうガッツリ来るね、3もね、スリープ、ローソンからはもう田中さん、俺食えなくなったらローソンだ、ローソンだ、バイトさせてください、よかった、雇ってください、あ、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、だってセバスチャンがだって、はい、ローソンのあのね、マークのタトゥー入れるって言ったら、もうとおっさんみたいな、何でしょう、膝かっこ悪いって言えない俺、いやいや、いける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 、それから俺はローソン以外は食べないから、そうね、ファミリーマートで食べない、はいはい、大好きでしょ、セブンイレブンのやつ食べない、食べちゃいけないです、ローソンのラーメン一番美味しい、はい、こんなねことも言いながら、うん、もうそろそろね時間も、そうですね、別れの時間、別れの時間ですか、それでは、いい感じじゃないですか、大丈夫ですね、ね、大丈夫、じゃあ、一言じゃあ最後締めます、あなた最後がいいんじゃないですか、そうですね、伊藤さん、はい、はい、ブルゼッケンアジアチの2014年の集大成の赤坂ブルツね、2回目の赤坂ブルツね、本当無事成功で終わって、本当最高の景色を見せてもらいました、本当皆さんありがとうございました、で今日はね忘年会、はい、あのブルゼッケンアジアチ忘年会として、ね、というわけで来年のブルゼッケンアジアチの活躍もぜひチェックをよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、さんでした、ね、もう言いたいこと伊藤さんに全部言われちゃったんですよ、ね、あの本当まずは、今日集まってくれたね、お客様と、はい、チームブルのみんなとですね、あとそのライブを支えてくれたスタッフの皆さんにで、ね、本当にまず感謝感謝の気持ちでいっぱいです、はい、で、これを経て、はい、もう過ぎ去ってしまった過去ですからね、はい、なので言っても、ね、はい、また来年、ね、本当ガツガツにオフェンス、うん、オフェンスで行きたいと思います、あ素晴らしい、よろしくお願いします、ありがとうございました、しんさんでした、じゃあ宮本さん、宮本さん、宮本さん、そうですね、あの本当に2回目のブルツ、もう2階席は温めてました、温めて、はい、もうね、もう皆さん2階、2階も盛り上がってましたよ、もう盛り上がってました、ガンガンの、いやけどね、本当ね、あのすごい素晴らしい楽しいライブでした、はい、あと、ねブルブラッツね、ブルブラッツ、ブルブラッツ、ファンクラブね、よろしくお願いします。これすごいな、すごいな、こんなこと言わせてさ、これレイフラチャンピオン。違う。その辺もこういろいろ。やらしい、やらしい。田中ステッカー作れた。いろいろこう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。セバスチャンネル。
ね、来年からちょっといろいろ画面で提供できるといいなと思っているので、楽しんでもらえるような番組を作っていきたいなと思います。います、いやいやいや、全員全員よろしくお願いします。皆さんでね、あとはブルベキューも、まあ、進むだけなので、しっかりついていっていただければ、みんなと一緒に進みたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後にケイちゃんの、まあもう完全に全部もうみんな言ってくれたんで、あれなんですけど、まあ2015年は、ティーナカさんとセバスチャンが、うんうん。